えー、それではどんどん参りましょう次2番目ですね正常収益力ということですね、はいえー、実質純資産があバランスシートのお話であるならばあこの正常収益力というのは損益計算書のお話ですね、えー、PL のお話でございます、はい、で、えー、正常収益力を試算する際のポイントは何ですかということですけれども、えー、まずは何でしたでしょうか まずは、粉、え、飾、ーまあ、等々の影響がもしあるならばあその部分は補正をしましょうと、まあ、そういう話でしたね。はい でえー、61ページ見ていただきますと、表があるんですけれども、えーまあ、ここ大きく3つの段に分かれているとお考えてください、えー。一番上の段がですね収益力補正前の売上高から、まあ、事業利益までがつらつらと書いています。横には、罰0年3月期からツ2年3月期までの実績が書いてあると。まあ、こういう話ですね。はい、これ、補正前です。 でえー、その下の段2段目ですね2段目は収益力の補正項目ということで、えー、その補正前のものに一定の補正を加えていきますとでその補正をした後ですねあとどうなるかというとその一番下の段収益力補正後の数字になりますよということでございます。まあ、ちょっとこういうふうに見ていただくとその真ん中の補正って何やったんですかということなんですね。 補正何ありましたかと、で一つ目はあ売上高に形状きずれがありましたということですね。で、えー、このケースの場合は、抜一年三月期に10の売上をプラスして、抜二年三月期のお売上にマイナス10を入れていると。これ何が起こっているかと言いますと、えー、本来は抜一年三月期に計上すべき売上高が後ろにずれちゃってたということですね。 えーまあ、原因はいろいろあるんですけれども、まあ、調査をしていくと本来は前倒しで計上すべきものがありましたと、まあ、こういうふうにお考えください、まあ、逆も場合によってはありますけどね、はいまあ、こういうケースがありましたとあるいは2番目棚卸さんの廃棄損っていうものが、まあ、本来であればツ2年3月期に計上すべきだったんだけどもお、まあ、計上されてませんでしたとかですねあるいは3番で原価償却やってませんでしたとその部分やったとしたらどうなりますかと、まあ、こういうお話ですね。 はいでえー、そういうものをちゃんと加味するとその数字の見え方も違ってくるかもしれませんよということなんですね。はいで、例えばですね。どうでしょう、売上高のトレンドを見ていただくといかかがでしょうか、えー、収益力補正前の方を見ていただきますと、えー、3年間の売上高のトレンドどうなっているかと。 1>, えー、1年目2202年目1903年目、えー、が180ということで、えーまあ、売上げが減少傾向にあるというのは分かりますよね。かりますとまあ、あ一方でその減少幅が少なくなってますよね。 えー、220、190、180ということであもうちょっとしたら下げ止まるのかなというようなあニュアンスにも取れるところではあるんですけれどもいやいや、実はその数字間違ってましたと補正を入れましたということで、えー、形状きずれの分を直してやったら、えー、補正後の売上高を見るとどうでしょう、うん、220、200、170ということで、えー、その下げのスピードが上がってますよね。 これ大丈夫かなっていうふうに思いますよね。はい。じゃあいつ下げ止まるんですかと。 こういうふうになってくるとですねんこれちょっと年度ベースで見てたのでわからないと今度は月次で見ていかないといけないということですね月次で見て前年同月比を超えているのか超えていないのかっていうのも見ていかないといけない段階になってきますよということで、えー、数字の見え方が補正をするのとしないのとで大きく変わってくるとまあこれ一つの例なんですけれども、えー、そういうこともありますよということですので、えー 補正っていうのはしっかりやっていきましょうということですね。はい。で、これ何のためにその過去の情報を整理するかというと、何のためでしたっけとうん。結局将来の計画立てるためですよね。 はい、将来例えば売上高の計画を立てる時に横ばいで置いていいのかある程度下げが続くと考えて引かないといけないのかというのを判断する時にこの例でいうと補正前のところで見てしまうとですねもしかしししかかたら横ばいいでで引いてままうかももれませんね、はい、でもそれは実態とは違うと実態は補正後の方で見てしまうともう少し下げが続くかもしれないと、まあ、こういう見え方になるということですね。 はい、なので将来計画を引くために過去の情報を整理するんだとこういう見方で見ていただきたいということでございます。はい、で見る時のポイントはというのが62ページの方に今つらつらと書いてますけれども丸、まあ、1番から簡単にいきますと、まあ、正常収益力どれぐらいの期間見ればいいですかという話なんですが。 えーまあ、トレンドを見るというのが一つの目的ですので1年とか2年ではちょっとトレンドは分かりませんねトレンドとは言えませんと、まあ、最低3年ですね、まあ、3年から5年見ることが多いと思います、うんまあ、あ少なくとも3年は見てくださいよということで,ですね。はい で、えー、次、丸2番変動費と固定費の区分ということですけれども、えー、まあ,あ、将来の計画を作る時に売上高の増減に合わせて、えー、費用というものも変動させていかないといけないですよね。はい、で変動させる計画数値を立てる時にやっぱりコストをですね変動費と固定費にちゃんと分けて計画を作っていかないといけないと。で、えー、その分けて計画作る時の基礎はやっぱり過去の情報にあるんですね。 過去じゃあその変動費費とと固定費っててどういうい推移をしてきたんですかと過去こういう推移だから将来的にもこういう推移になりますよねと、まあ、そういうロジックはちゃんとないといけませんので過去の正常収益力過去の情報を整理する時も変動費と固定費をちゃんと分けてですねどういうふうに推移してきたかということをまあ把握しておくということが大事になりますね。 でえー、丸三番、まあ、これはまあ先ほど来申し上げてますけれども決算操作や会計処理の誤りというものはまあちゃんと把握、補正です、ね、をしていきましょうということでございます。うんまあ、こういうお話をするとですね、あのー、よく聞かれるんですね。 まあ確かにあの会計士さん税理士ささんん税理でであればですね、まあ、会社がそういう決算操作をやっていれば気づくかもしれませんということなんですけれども、えー、まあそういう会計系の専門家ではない認定支援の機関の方がこういう決算操作気づきませんよねとどうしたらいいんですかというご相談を受けるんですねどこまでやったらいいんですかというご相談を受けることがあるんですけれども。 まあ、なかなかあの見なくていいですよというふうにはならないんですけれどもね、ならないんですけれども、あのそう聞かれたときに私はいつも申し上げるのはあの、ちゃんと社長に聞いてくださいと、聞いてくださいと、で、あのこういうことありませんかと、計算操作ありませんかと、でもしあるならば、あのちゃんとあの教えてくださいと。 でこれあの今だったらまだ間に合いますけど後からですね計画を出した後分かってしまうと大変なことになりますよとそういういお話なんですね、はい、今その計画を作る段階で過去の海を出すというのは一回はあ金融機関の方も、まあ、しょうがないなというふうに言ってくださるかもしれませんけれども実際計画の合意を得た後ですね えー、得た後に実は過去こんなことやってましたというのを発覚した日にはですね、えー、まあ認められていたものも認められなくなるといいましょうか、えーまあ、支援姿勢がかなり変わってくるということも、まあ、事例としてありますので、えー、まあ後から出てくるよりは先に教えておいてくださいというふうにちゃんとこう説明をして聞いておくということですね。 はい、でうん、まあ、聞き方のコツとしてはですねうん、まあ、私がよく言われたのはやっぱりあの同じことを3回聞けということをよく言われますね3回聞けと。でまあ,あ社長も人間ですので、まあ、1回や2回はですね えまあ、そんんなことやってませんもしやってたとしてですねやってたとして、えー「いやいやそんなことやってません」というふうにまあしらを切るということもできるかもしれませんけれどもまあ3回聞かれるとですね、えー、まあなかなか嘘を突き通すのが難しくなってくるっていうんですかね、まあ、人間としてですねなかなかうん、まあ、そこまで聞かれるとちょっとっていうふうに、えー、本当のことを言わざるを得ないかなっていうふうに、まあ、なってくることもありますので、えーまあ、同じふうに3回聞いても意味がないんですけど脳がないんですけれども まあ、違う切り口ででですね、えー、違う切り口で、えー、3回聞いていただくと「まあ、実はと」とこんなこと実はあるんだよねと。 ちょっと相談に乗ってくれるかというふうに、えーまあ、社長も心を開いてくれるというケースも、まあ、中にはありますので、えーまあ、そういう会計系の専門家ではない方もですね、えーまあ、こういうところが大事なんだというのを認識していただいて少なくともちゃんと聞いていただきたいと、まあ、こういうのが、えーまあ、あお伝えしたいことかなというふうに思います。はいえー、よろしいでですすかねね、はいえー、あとはです、ね、丸4番 うーんですね、一過性の取引の把握、まあ、こういうのもありますよね。うんまあ、たまたま去年は例えば創立何十周年記念ですごく支出が多かったんだけれども今後はまた発生しませんよというのがあればまあ抜いて考えましょうと、まあ、そういう話ですね、はい。で、丸5番経済合理性のない取引の補正と、まあ、こういうのもありますよね。うんまあ、新規事業撤退事業と、まあ、こういうのもありますよね。はい まあ,あとは ⑧ 番トレンドの把握ですね、えー、これは先ほど来申し上げておりますけれども、まあ、売上高の下げ止まりが見られないような状況においては、ですね、月次でちゃんと追いかけないとダメですね。はい、月次で見ても下げ止まっていない状況においては、ですね、なかなかちょっと金融支援を取り付けるっていうのはうーん、もうちょっと様子を見るかっていうふうになることもありますので、えーまあ、下げ止まっているかどうかっていうのの確認っていうのは大事になってくるかもしれませんね。 はい、月次で見ていきましょうというお話でございます。はい、よろしいでしょうかね。はい、えー、ということがまあ、正常収益力資産数歳のポイントでございました。はい、えー、それではどんどん参りましょう、えー。次は金融債務に関する情報ということですね。はい。 まあこれはあの金融機関に金融支援をお願いする前提としてえまあ全ての金融機関とどういう取引を行っているかというのをまあちゃんと開示していきましょうという話ですね。はいまあ、これはあの情報の非対称性の解消という意味でも大事になってきます。え、はいまあ、てしてですねえ金融機関は他の金融機関 当会社がどういうういいいいい契約をを締結しているのかっていうのかと案外知らないこがが多いんですね、うん。それは会社が開示しないっていうケースもあるんですけれども、えーまあ、取引条件どういうふうにやってるかっていうのもありますし、えー、担保として何を取っているか保証としてどういうふうになっているかっていうのを十分把握しきれていない金融機関も場合によってはありますと。 でそういう場合にすべ、えーまあ、ての金融機関に金融支援をお願いするのであればです、ねえーまあ、公平に同じ情報に基づいて判断していただくために、えー、こういう情報をちゃんと整理しましょうという,こう,いう話ですね、はいでえー、63ページに借り、えー、入れ契約の一覧表というのがありますけれども、まあ、イメージとしてはこういうものを作っていくということですね。はい、でうん中小企業の場合ですね うーん契約書とか残ってればいいんですけども得てしてその借り入れの契約書とか細かい条件が書いたものっていうのが残ってないケースがあるんですねあるいはその一覧表みたいな形で整理されていればいいんですけれども整理されてないケースがありますとでそうすると情報を集めるの実際は結構大変だったりするケースがありますねはい会社はもう分からないと細かい条件はとでそうするとお全ての金融機関に個別に問い合わせをして教えてもらったりとか あるいは保証協会に連絡をして保証の条件等々を教えてもらったりとかっていう作業が必要になってきますので、えー、まあ場合によっては結構大変な作業になったりもしますよね、はい。まあそういう話でございます。まあでもやっていかないといけませんよねということでございます。はい でそういうものを整理するときに、留意すべき事項は、その63ページのところの下の方にですね、書いてますね、実務上、留意すべき事項は以下の通りですというのを書いてますけれども、えー、まあそうですね、いろいろ書いてますけれども、うん、まあそうですね。 えまあアロマ数字、ちっちゃい1番、書いてます、い、えっ、ー、一旦は取引金融機関全国に返済猶予をお願いしているにもかかわらず、ですね一部の債権者のみに優先して返しちゃいましたとか、ですねあるいは返してはないんだけども、担保提供しちゃいましたという場合がありますと、まあ、これ、返還弁済というふうに書いてますけれども、えー、まあこういうことをやっちゃうと、他の銀行、怒っちゃいますね、他の金融機関、怒っちゃいますと。 ということでう,ーん、まあ、こういうものが、こういうことやってませんよねというのの確認はしていかないとダメですし、えー、もし、こういうことをやってしまってましたとあまりにも強い金融機関のプレッシャーで社長が根負けしてやっちゃいましたとこっそりと,ということであればですね、まあ、後々、金融支援のお願いをする中でその部分をどういうふうに取り扱っていくかというのは重要なトピックになってきますので、えー、その事実の確認はしっかりしておかないといけないと、まあ、こういう話ですね。はい でその下、ロマ数のちっちゃい2番ですね信用保証協会の保証がついている場合にはですねこれ、重要な情報になりますのでしっかりとその保証の条件を確認しましょうということでございます。 はい、そうですね。えー、まあ、金融機関にとってみればですねえ。保証協会の保証っていうものは何にも増してえー。まあ、インパクトのある保全になってきますので、まあ、そういう保証協会の保証がどれぐらいかかっているかというものも重要な情報ですよ。という話でございます。はいで、次のページ64ページに参りまして上の方ですね。続きがありますね。えー、ローマ数字のちっちゃい3番ですけれども、えー、まあ、消費者金融とか保険会社とか。まあ、その協議の金融機関。 からですね、競技の金融機関以外から借入金がある場合にはです、ねまあ、その条件というのもちゃんと整理しておかないといけないとということですね、はいまあ、あの場合によってはです、ねえー、例えばうん社長がです、ね、会社に対して貸し付けをしていましたと。 社社長が会社に対して貸し付けしてて貸ましたとでも社長はそれは個人の手金から貸し付けをしたんじゃなくて社長個人で例えば消費者金融から借りてましたとかですねあるいは、まあ、保険会社から借りてましたとでその金を会社に入れてましたというケースも結構あるんですね。そうすると、まあ、会社の金融支援をお願いする時にですねその会社が直接借りてる部分 会社が金金融融機関かかから直接借りてていいいいる部分だけを金融支援のの対象ににしていいかどうかっていうのは一つあの論点になるんですね、はいまあ、結局その金融支援をお願いする以上ですね、えー、その経営責任一定程度は取っていかないといけないという中で、えー、本来であれば一番先言われるのはやっぱり役員報酬ちゃんと下げてくださいねという話があるんですが、えー、役員報酬下げようとしたらですねその社長は個人で借りている借り金の返済ができなくなるのでいやこれ下げられないんですよという話に ななります、ね、なりまますすねねそうなっちゃうと他の金融機関起こっちゃいますよね、えー、なんでそっちにだけ先に金が流れるんだといやいや金流すんだったらみんな平等にやってよという話になりますので、えーまあ、こういう,うそのイレギュラーな金の引っ張り方をしているような場合には注意が必要ですと。 会社の直接的な借り入れ先だけ当たるのではなくてです、ねえー、その社長とか役員さんとか、まあ、そういう間接的なあ取引を通じて、えー、外からあー金を引っ張ってきているような場合にはあちゃんとその条件等も把握しておく必要がありますよというお話でございます。はいまあ、そうですね はいまあ、あとお、その下ですねローマ数字の4番はあ、まあ、中小企業の場合あんまり多くないかもしれませんけれども借り、まあ、入れ、えー、契約の中でですねいわゆる財務制限条項等のコベナンツですね、えー、こういうものがあればちゃんと整理しておきましょうと。 あるいは資産制限条項とかですね、担保制限条項とか、まあ、いろんな条項がついている場合がありますけれども、えー、そういう条項をちゃんと整理しておかないままですね、えー、知らないうちに資産売却しましたとかですね、えー、あるいは財務制限条項に引っかかるような損益出しちゃいましたという,ふうになってしまうと、えー、いやいや約束が違うじゃないかというふうに金融機関の方に怒られてしまいますので、まあ、そうならないようにですね、まあ、そういうものはありませんよねということでちゃんと確認しましょうと、まあ、こういう話でございます。ははい、いい。よろしいですかね。はい で、えー、その下ですね、えー、64ページの下側に書いてます債券の保全状況表ということですけれども、えーまあ、金融機関から見てですね金融機関から見てその貸し出し金がどれぐらい保全されているかというのもちゃんと整理してあげましょうというお話でございます、はいえーまあ。この辺やっぱり気にされますね、金融機関は。 要は、まあ、自分の銀行の保全率と他行の保全率に大きな差異があればちょっと嫌がりますよね。 特に自分の銀行の方が低い場合ですね、なんで向こうの銀行が高くてこっちが低いんだというふうになってしまいますので、えー、まあそれはあのいつ担保を取ったのかっていうところにもよるので、えー、じゃあすぐ是正してくださいという話にはならないんですけれども、少なくとも事実としてどういう保全の状況になっているのかというのはまあ開示していかないとダメですよと、それが情報の非対称性の解消につながっていくんですよと、まあ、そういうお話のためにです、ね、ちゃんと整理しましょうというお話でございます。はい でまあ、あのリスケジュールの場合はですね、まあ、それほどこの保全の状況によってですね金融支援の内容が変わってくるということはそれほどないんですけれどもこれは一方でその例えば DDS やりますよとかですねあるいは債権放棄やりますよという,ふうな話になってくると途端にこの債権の保全の状況というのが大事になってくるということですね。 まあ要はそういう金融支援抜本的な金融支援を行えるのはですねそのいわゆるその非保全額ですね保全されてない部分に限られますよと。どういうことかというと保全されている部分 に食い込んで債で権、ね、放棄をするというのは通常ありえませんので、まあ、それをやっちゃうと金融機関がその金融機関の株主に怒られてしまうという話がありますので、えー、そういうことはできませんよとあくまでもそういう DDS とかあ、まあ、そのカットですね債権放棄をするというのは、まあ、原則としてその非保全額の範囲内ですよという話がありますのでもちろん例外もあるんですけども DDS とかは例外もあるんですけれども原則としては非保全額の範囲内でという話があ,ありますので。 えーまあ、そういう場合には特にこの債券の保全状況表というのが大事になってきますよというお話でございます。はいいよろしですかね、はいえー、というところが金融債務に関する状況と情報ということで、えー、ございました。はい えー、それではどんどん参りましょう、次はあ設備投資の状況ということですけれども、えー、設備投資のお話は、これ、先ほど、概要のところでだいぶお話ししましたね。はい まあ結局、必要最低限な設備投資あるいは維持更新投資というものをしっかりやってきていますかどうですかというのを把握した上でえの計画を引く期間内にどれぐらい追加の設備投資が必要になってくるかと、まあ、こういうのの整理をする基礎としましょうということですね。はい で、えーまあ、過去の事例を見てみるとですね、えーまあ、資金繰りに困って定期的なあ、まあ、あ修繕ですね箱物であれば修繕であったりあるいは、えーまあ、食品スーパーとかですねそういう小売りあるいは外食であってもおやっぱりある一定のサイクルでリニューアルをしていかないとなかなかお客さんにあげ飽きられてしまうというケースも結構あったりしますけれどもおリニューアルをちゃんとやってないということで、えーまあ、短期的にはいいんですけれども中長期的にはですねやっぱり競争力が落ちて えー、他の店に客を捉えていいるとううようなケースもあります。でそうすると売上高を維持向上させていくためにはですね、えーまあ、一気にですね、えー、リニューアルを、まあ、できればいいんですけれどもそれをするためには巨額の、まあ、資金が必要になると。 じゃあその資金手金で賄えればいいんですが、まあ、得てして資金がない場合がありますので、えー、じゃあ、それ、えー、どうしますかと、メインさん、対応してくれますか、どうですかという話につながってくるということですので、えーまあ、それはあの、金融機関と相談する話になるんですけれども、まあ、少なくともです、ね、過去、どういう設備投資をしてきて、えーまあ、将来どれぐらい必要になるかというのの整理はしていかないとダメですよという話ですね。はい まあそういうい話、まあ、考えてみればそりゃそうですよねという話でございます。